トギモチセカンドです。今日はね、私がいつもみたいに話すのとプラス日本から買ってきたこれルックのさパフェのシリーズ、めっちゃビジュアル的にも可愛いし夏らしいしどうしても食べたくって、はい、日本から買って送りました。なのでもしかしたらね溶けてる可能性がある。あのさ、私日本からいくつかチョコ送ったんですよ。なんかめっちゃ時間がかかってきたんですよ今回。そしたら結構溶けてるのが多くって、これも溶けてる可能性があるからちょっと怖いんだけど、一旦食べてみます。夜の誘惑パフェアラモード、ホイップと4種のソースでチョコレート1粒にパフェの美味しさをギュッと詰め込みました。いちごパフェ、バナナパフェ、抹茶パフェ、チョコパフェだそうです。私さ、このなんかパッケージがまず可愛くって、なんか夜っていいよね夜っていいよねって何あ、でもね、私昔朝嫌いだったんですよ。まあなんか学生だったから朝っていうと学校、一日の学校の始まりで、今からは6時間も7時間も授業かで朝が多分始まりで嫌だったと思うんですね。多分あの日曜日の夜憂鬱になるあの感覚ですよ明日から学校始まる的な。別に学校嫌いだったわけじゃないけど、授業さ7時間しんどいよみたいな小学校の時の4時間が羨ましいみたいなでもなんか今は朝がすごい好きになった。ちびもちを抱っこしてこう檻にちびに捨ててってる時が、なんかこうよし今日も一日やるぞって気合が入って、なんか朝が好きになったね、この年になってやっぱ年かなはい。でこれどれがどれ、 こう並んでんのか。こっちからいちご、バナナ、抹茶、チョコで並んでるそうです。じゃあもうこっちのいちごからいくよ。割る、溶けてない。しかも見て、白い生クリーム的、なんとイチゴが、うん、おいしい。ちょっと果肉入ってる。もうこのままもう見せないですよバナナ、うん、バナナ。待って、でもパフェって言われるとさ、パフェかどうかは分からん。リュックってそもそもこんな感じじゃなかったうんうん、抹茶はそんなに抹茶っぽくないな。ラストチョコ、チョコってさ、いやそもそも外もチョコやん最初に食べたイチゴがすごい美味しくって、イチゴのインパクト強すぎるね。これイチゴ美味しいね。なんか一瞬アポロだけど高級アポロな感じがした。あれ待って、抹茶だけもう一回いくか。抹茶あんまり分からん。抹茶ソースって書いてる。これチョコ割ってみようか。あ、でもほら見て、トロトロのチョコ入ってる。おお、うん、生チョコ入りって感じかな。え、美味しい。夜の誘惑パフェめちゃくちゃ美味しいです。たださ、ちょっとこれ覚えてないんだけど、私ルックってもう多分最後に食べたの小学生の時ぐらいじゃない。なんかルックあえて買わなかったな。でもルックって美味しいよね、よくよく思い出してみると。これ富士屋さんの商品だし、なんかルック買うんだったらもっとなんかこうアーモンド入ったのとかザクザク入ったのとかこう選ぶかなって思ったけど、久しぶりにさこのルック買った、美味しいね。普通のルックちょっと久しぶりに食べたくなった。なんか私の頭の中ではこれが普段のルックっぽい感じ。うわ、ルックにはまりそう後でゆっくりちょっとずつ編集しながら味わいます。お話をしようと思ったことをいつもね食べてると忘れるんですね。内容何だったっけ今日。そうそうそう、実は私前々から興味があった、日本でほらダーマペンって人気じゃないですか。であのダーマペンっていうのがもともとなんだっけ、韓国ではダーマペンって言わないんだけど、なんかそれの手法をこうアレンジさせたかなんかをやったのがダーマペンなんですよね。なんかっていう話を聞いて、韓国では前々からダーマペン的なほぼ似たようなやつやってるっていうから、じゃあさ、私こっちに住んでるし日本は通えないから、韓国でちょっとダーマペンやってるとこ調べてやってみようと思って、ちょっとね行ってみたんですよ。そしたらなんか向こうで日本人のなんかその通訳さんみたいな人が皮膚科のところって結構いるから、その方とちょっと話してて、ダーマペンっていう日本で流行ってるやつこっちでここでやってるって聞いたんですけどって言ったら、どれのことだろうみたいな感じで、多分これっぽいかな、ちょっと内容は違うんですけど、これが一番ダーマペンっぽいやつですって言われてやって見たんですよ。で今2回目やったんですね、まあ、正直な話言うと1回目はあんまりわからないけど、でも何回か重ねるごとに効果が出てくるやつらしくって、で今これ私実は一昨日やったばっかりなんで、1週間ダウン期間があるって言われたんですけど、私ね1回目
やった時も2回目今回やった時もこれねほとんどなんかまあちょっと赤くなってるんですけどほとんど顔に影響が出てないというかだから全然ダウン期間っぽくないんですよ。だからあれ逆に なんだろうなんかわかんない、そのしっかりこう真っ赤に腫れた方が効果があるのかもしくはそれ関係ないのかはわからないけど今のところなんか本当に不便なくというかまあちょっと金額は高いからまあそうなんですけどでもね私が行ったとこなんか他のところにも安いって教えてもらったからでもなんか技術は高くって有名なねあの芸能人の方がいっぱい来てるそうでまたそれはそれでねまあどれで報告するかわかんないけどブログかインスタか YouTube かわかんないけどまたなんかそういうお話とかもしていけたらなと思ってるんですけどまだね途中段階なんでとりあえず一旦5回分買ってるから5回分やってからちょっとまあ効果的なこととか実際痛みとかそういう話をしようかなと思ってます。まあ、せっかくだったら YouTube でやった方がいいかな多分。でさそれで私が話したかったことはこの話じゃないんですよ。なんかその皮膚科さんに行ってさそのダーマペン的なそのやつを結構一瞬で終わるんですよ。なんか10分ぐらいとかで終わるんですけどそれ終わった後になんか鎮静させるみたいな感じでパックするんですよ。だからなんかこういう網のやつを顔にのせてその上になんかもったりとした粘土冷たい粘土みたいなのをべっちょーって上にポコッと乗った感じになってそれで冷やすみたいななんかそういうのをのせるんですけどそれさあの目も口も塞がってて鼻の穴だけ開いてるんですよ。そしたらさ絶対喋れないじゃないですか。だって喋ったらさ上にもったり乗ってるやつがふって浮いちゃうというかまあそれがもうボコッと乗ってるからなんですけどさあのその皮膚科の方がさあどうですか首のとこに枕乗せますかって聞かれて私どうやって反応すればいいんだろう。口がもう、みたいなねえあれみんなどうしてんの。あとさ不便ないですか何分かかりますとか言って返事言われたから返事したいじゃないですか。いや返事できないよねあれでみんなどうしてんのあれさて皆さんあれの時返事はもうしなくてもよろしいんでしょうか。もしくは喋ってもいいのかなあれ。なんかよくわかんないけどあれのねなんか問題に毎回毎回って言ったってまだ2回目だけどぶち当たっててでもだからってさ今からちょっと喋れないですとか言って前置きするのもちょっと変な話じゃないですか。向こうの人も多分分かってると思うからだったらあえて答え返さなくてもいいのかな。なんかあれがなんか私無視してるって思われたら嫌だな。なんか態度悪い客だなって思われたくないからさ毎回ちょっと悩むっていうね、まあ、そんだけのお話なんですけどまあまあまあはい、まあ、ダーマペンのお話はまた結構先になると思うんで楽しみにしててください。1ヶ月に1回のペースでさ5回だったらさどんなに短くても5ヶ月はかかるよねだからまだまだちょっと話先だと思うんですけどはい、っていうかまあ途中段階である程度4回目とかで話してもいいと思ってるんで、はい、よかったらまあ気になる方は動画出したら見てみてください。以上、久しぶりに食べたルックがめちゃくちゃ美味しかった話と、皮膚科でのお話でした。